はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回はパワープロ2018栄冠9続きをプレイしていきましょう。まあ、今回は、まあ、前回までの強豪校から地区大会で敗退したことによって中堅高校に落とされてしまっているので、なんとか来年の入学式までに強豪校に戻りたいなというところで、練習試合とかがあれば積極的に勝ちに行きたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきます。まずはドラフトですね。まあ、なんとかドラフトで選手を送り込んで OB がマス目上に出てくる確率を上げていきたいところなんですが、さあドラフトですね。お、山崎武志、桃井、岡野、横溝、4人ですね今回は。まあ決勝までしか進めなかったですからね。これがもし甲子園大会に出場できていれば、あるいはというところだったかもしれないんですが、まあ、アイドルが前回結構来てたんですけど、今回はちょっとアイドルがそんなに来てないかな。待つのは決め球が欲しいかな。そういう意味では変化球をちょっと磨いていきましょう。前原制球上がってきてるんで、まあ、次期抑え投手としてもうちょっと変化球を鍛えましょうか。で、藤野は球速145まで来たんで制球だな。ちょっとコントロール G は話にならないんで、服部もそろそろコントロール上げていきましょう。渡部はミートを上げていきます。中溝もミートかな。まあ、大内はパワーが A まで来たのでミートをここまで来たら A まで上げちゃいましょう。その他の選手はこのままかな。一旦は今泉はちょっと総力が低すぎるけどしょうがないね。ようやく来週の金曜日にアイドルが来てるんで、あのアイドルマスは絶対に泊まりに行きましょう。で、その時に徳田を残しておきたいかな。もちろん合宿はしますと。で、合宿のために練習メニューも残すもの、使うもの、きっちりより分けていきましょう。練習効率上がった。ダンベル3つは残しておきたいんで、まあ、ここだと徳田かな。徳田を入れましょう。
まあみんなバランスよく上がった感じかな。誰かが3、4一気に上がったみたいな大きいのはなかったですけど。まあ、ピッチャーが3点以内に抑えてくれて打撃陣が、まあ、5点以上取って勝利するっていうパターンを目指していくしかちょっと今のピッチャー陣だとないんで、まあ、練習その時点で、まあ、それなりにというか、まあ、しっかりと点が取れる打線、チャンスに強い打線、そういうのをちょっと意識して組んでいきたいなというところなんですよね。そうなるとピッチャー球速も大事になってくるんで、そろそろ球速にも振っていきましょうか。さあ合宿だ。コントロールだけか、藤野のコントロール1上がっただけか。微妙すぎるだろさすがに。ここはじゃあパワーヒーを狙いに行きます。ダメか、まあ、しょうがないね。広角パワーヒッター欲しい。ロボルヒッターだけ。小板橋くんはただもうパワーヒは持ってますからね今。誰も何も覚えない。厳しいな。いや今回の合宿、今までの合宿で一番実りがなかったかもしれない。何も起きなかったしね最後に関しては。まあ、ちょっとここは心機一転頑張りましょう。仮設シャワーが痛むのは痛いんでアイテムで修理しちゃいましょう。あれなかったっけ修理券みたいのは。ないね。よし、パワーヒッターになってくれた。
やっぱ練習効率アップしてる時の練習はみんな上がりますね、能力がぐぐっと。来週の木曜日にアイドルがいますね、来週なので、そこに合わせて大きめの練習は残しておきたいんですが、今だとホームチェックの休息だけかな。もちろん練習効率大幅アップ、これが来るのか大前提なんですけどね。もう指立てが来てくれた。そうなると素振りで総合練習で入っていきますか。アイドルマスに突入。テンションアップね。テンションアップ。ただ来週の土曜日にもいる、火曜日にもいる、この辺うまく使っていきましょう。めちゃくちゃアイドルいるな。ちょっとうまくここにはめたいですね。アイドルをはめたいっていう思いではなく、マスにはめたいってことですけどね。まずはここでしっかり、アイドルめちゃくちゃいるな。麦わら、そうすると、どうする？初級。いや、麦わら、特訓で結構当ててくるね、しっかり。練習効率を上げて、ノック。かなり上がった。かなり上がったところで、ホームチェック休息になっちゃうんだよね。4がない。5の打撃練習がなかったんでしょうがない。いやー、アイドル習慣をまあそれなりにこなしたかなっていう感じなんで、合宿がちょっと成果がなかったのがやっぱり痛いかな。
ここからは OB 週間ですね。 OB 週間ちょっとアイテム、ダンベル交換券今もらったけどさ、ダンベル交換券ってそもそももう持ってなかったっけ？そうだよね。そしたらならず者にちょっとシャッフルしてもらいましょう。このままなんか入学式になっちゃいそうだな。いや、こういうところでね、一人アイドルが来てくれるといいんだけどな。アイドルに偏りがありすぎるからだ。暇の時に集中的にアイドルがやってくるって感じですよね。さ、卒業後の進路だな、重要なのは。岩井は魚屋さん。藤巻は大学生。おお、米屋がミソットに来ましたね。で、庭はアイドルと。まあ、山崎はね、パワー S、ミート S。まあ、すぐにプロ行っても活躍できる能力ではあると思います。
練習試合が全くないまま来ちゃったから上げる余地なく進んじゃってますね。できれば強豪校まで評判を上げたかったんですけど、入学式迎えちゃうな。となると甲子園までに、まあ甲子園の予選までにかな、チームの戦力の底上げですね。今年の夏の予選大会どう戦うかはもうこの選手で決まるからね。天才肌堀野、よくぞ入ってきてくれた。尾又くんで合ってるかな、投手。石澤くん、打たれ強さ F、 フォークがただ強いですね。盗塁 A、 満塁男、ハイボールヒッター。板垣くんはこれ走れるキャッチャーを目指そう。福水くんはパワーが D、 プルヒッター内野安打丸内野安打丸ってちょっとなまっちゃいましたけど、併殺がついてるな白石は。熊野はチャンス F、 ただバントは丸ですね。で熊谷チャンス A。 なんかそれぞれ特徴のある選手が入ってきたなっていう感じかな。まあ、堀野くんをちょっとうまく併用していく感じになるかなと思います。ピッチャーに関しては。じゃあ早速オーダーを決めていきましょう。
どうする？有望な1年生を使っていくっていうのも手なんだよな。これでいきますか。ちょっと2年生何人かベンチに下げちゃいましたけど、しょうがない。まあ、湯山とかはね、ちょっと使いたいなって気もするんですけどね、どっかで。まあ、天才肌の堀野くんを育てていくっていうのが主要命題になると思うので。この堀野がいる世代、2年3年の世代、つまり来年甲子園狙いましょう。まあ、もちろん今年も狙ってはいきますけど、待ちに待った天才の入部だからな。堀野だな、堀野は一旦休息だな、休息。小俣くんも休息。石沢も休息。中澤はミートを上げていって、板垣くんは一旦走れる。そういうキャッチャーを目指しましょう。で、熊野は、それなりに今の時点で強いんですけど、一旦弾道。小木原は弾道上げます。白石くんはミート。まあ、1年生は基本ミートですね。ちょっと30分過ぎましたけど、もうちょっと先に進めていきましょう。お、アイドルがいる。新しいアイドルだ。
れを取った上にアイドルまで会いに来てくれるっていう最高の日だな、この日。テンションアップ。まあ、ここはシャッフル狙いですね。練習試合とか欲しいからな、本当に。練習試合はなし。さあ練習効率が上がったところでメンタルトレーニング入れていこう。いやメンタルトレーニングめちゃくちゃ上がるな。やばいな、この上がり方。テンション下がりやがった。まあ、テンションはぶっちゃけどうでもいいと言えばどうでもいいからな。ちょっと夏の甲子園大会予選1回戦目までは長くなっちゃうんですが、プレーをさせてください。もうこの天才肌の選手が入ってきて、僕のテンションはかなり上がってますからね。アイドルがいる。もちろん下だ。テンションアップね。ここは、守備連携を一回入れて、
練習試合も申し込みたいしね。ああ、しまった、赤マスだった。何も見ないで止まっちゃった。しかもここで1が出ない可能性十分にあるからな。来たー、1からの座禅に持ち込みたいけど。練習効率かなりアップ。もちろん合宿は行うし、座禅も組みますと。まあ、前回メンタルトレーニングやって大幅に上げてるんで、ちょっとさすがに上がりきらなかったかな。じゃあちょっと戦力を整えるためのアイテムを使っていきましょう。よし、こんなとこかな。あんまりこれといったいいぞっていうのはなかったんで。総合戦力 D なんでね、ちょっと勝ち進むのは本当に難しいかなって感じはするんですけど。1回戦敗退だけは絶対に避けたいんで。お、2回戦からの登場で済んだ。これはありがたいな。まあここでのアイドルは練習効率アップよりも明らかにテンションアップが欲しいですよね。その辺空気読んでくれればいいんだけど。さあ来い、練習効率アップ。まあ、ここはね、公式戦まずは勝ちましょうというところかな。うわ、最低なことが起きてるな。ここは期待の1年生です。堀野を登板させよう。早速3年生エースが絶不調なんでしょうがないですね。お待たせ
まずは先制点を取ってあげよう。5番大道、うまい。まあ、大道はアベレージヒッター持ってますしね。2対2の同点。これはちょっとセカンド正面の当たりですね。さあ1番砂田くんからか。ここはもう点を取りに行きます。お祭り男を発動して引っ張ろう。まあ、ゲッツーはない場面なんで、これはただ打ち上げちゃったかな。長島ってこれあの長島かな、感じ的に。よし、これは抜けていく。金井くんのデータ見ておくと、スラーブ、スライダー、シンカーですね。で、野手の方、あ、小笠原とかいるな。これ絶対、天性 OB だよね。長島も天性 OB だ。まあ、強いね。丸とか、これも天性 OB。天性 OB 多いな、プロ。天性プロか。ムービングファーストの空振り三振か。大内くんで決めよう。ボテボテの当たりだ。アウトだ。走塁ももうちょっと鍛えておけば、あるいはセーフかっていう当たりだったんですけどね。成長しよう。4番5番伝説プロを抑えて、で長島、危ない。よし、打ち取った。この強力打線相手によく頑張ってるよ。これは抜けないな。ちょっと上がりすぎですね。よし、これ帰ってこれるか。4番大内、よし、先制点じゃない、勝ち越し点。ナイスバッティングですね。これはちょっと当たりが弱かったかな。1点止まり。もう2点3点取っておくと安心なんですけどね。さあ怖い怖い。これはもう送りバントと同じ効果だったな。こうなってくるともう犠牲フライすらも怖いんで、低め低め、うーん、これはセンター前、同点タイムリー。さらに勝ち越しのピンチ。危ない危ない危ない。
これは大丈夫だね。まあ振り出しに戻ったと考えましょう。ゲッツーだけは怖い。ここは神保を送って勝ち越しを狙おう。よし、満塁で砂田だ。ちょっと砂田打ててないけどね。犠牲フライにはなる？ならないか。ちょっと浅すぎたね。いや、この回どうしても点が欲しい。ダメか。チャンスを潰した後にはピンチが待ってるよね。よし、カブ。よし、これはショート正面のあたりで助かりました。9回表、小板橋から。ここは一発狙おう。決して速いストレートは持ってないんですよね。これは落ちる。ポテンヒットになるぞ。よし、抜けていく。大内君は三塁まではいけないか。ボテボテの当たりだ。一塁はセーフ。で、今泉君。勝ち越しのタイムリー欲しい。入ってくれ。ダメか。いやー、怖い打線だな。ここは4番小笠原、5番長嶋っていうね、まあホームランが出てもおかしくない、そういう打線が待ってますからね。この後はもう臭いところで勝負するしかない。まともに勝負したら怖すぎる。よし、これは切れてきます。落ちろ落ちろ落ちろ。落ちない。ゴーダ君だってる読み方うまかったね。もう一発狙いですね。ここは長嶋。さあ長嶋怖いぞ。さよなら男持ってるし。抜けていくね。センター前ヒット。
ノーアウトランナーが一塁。これはゲッツンできる。よし、守備に気合を入れた甲斐がありましたね。さっきいい守備をした郷田君。さあこの回、この回だ。うん、これはボトボトの当たり。よし、抜けるか、抜ける、抜けないか。うまいな、うまいな、うまい。どう、うん、これはセンター定位置ですね。さあこの回は3人でピタッと抑えましょう。ダメか、いきなり抜かれたな。これ送りバント警戒した方がいいな。ないか。これは切れていく。これはショートが抑えますね。よし、うまい、砂田。さあ大道だ、打った、打ち上げたか。うん、これも長島が軽快にさばくな。いやもう本当に激戦になってますね。激戦で、まあ当たりは良かったけどセカンド正面ですね。さあ怖い、怖い打線だ。さよならか、大丈夫だよね。うわー、いやー、やられたなー。そこそこになるよね、初戦で負けたら。投手力重視に切り替えましょう。はい、というわけでちょっと残念な結果に終わってしまいました。でもね、強いよ鴨川。だって丸がいて、小笠原がいて、長島がいるんでしょ。まあ、ちょっと残念な結果になってしまいました。まあ、またね、続きプレイしていきますんで応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。